はい、今回はオパシ、海くん、ジャンヌで小屋コードやっていきます。イエーイ、こういうメンバーです。今日は濃いですね。濃いですね。だいぶ変わったメンバーなんですけど、前に生放送で誰と誰のコラボが見たいですかって聞いたら、ジャンヌと海くんっていう組み合わせがなぜか投票1位だったんですよ。はい、頭おかしいやつと頭おかしいやつの組み合わせがみんな見たいと。おー、なるほど。おばさんのチャンネルで男の人がリクエストで一番上に上がるの珍しいです、ね。いや、めっちゃ珍しいよね。そう。嬉しいな。期待に応えられるように、ちょっと真面目なトークしていきます、ね。いや、でも実際ね、俺の周りの男の中では多分、イカレポンチトップ2はこの二人だと思うんだよ。何ですか、イカレポンチって。いや、イカレポンチですよ。いや、そんな二人が共存していいんすか。いや、ちょっと俺も見てみたいんですよ。共演しちゃってね。そう、頭おかしいやつ戦わせようっていう。で、ちなみに、この三人ね、2年ぐらい前にもね、はい、リアルでね、会ってるんですよ。そうですね。うん、その時は、ジャンヌ君が未成年にお酒を飲ませてしまって警察に行った後でしたね。初めてのなりそめまで面白いじゃないですか。そう、100点満点だよね。100点満点じゃないですか。未成年にお酒飲まして警察行った後に、いや、なんかいろいろご相談乗っていただきありがとうございましたつって俺と海くんに焼き鳥をおごってくれました。そうですね、はい。しかもなんか俺なんぼしてないのにおごってもらったらなんか申し訳ねえなっていう気持ちにしなかった。さあ、あの時は俺と海くんが遊んでるのにジャンヌくんがやらかしたせいで俺と海くんの遊びを妨害したっていうお詫びですよ、あれ。あ、そっか。そう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 、そういうあれでした。あんなお葬式みたいな飲み会めっちゃ久しぶりだったけどね。確かに二度としたくないですね。はい、冗談言っちゃいけないのかなみたいな感じで焼き鳥食ってました。すごかったっすよね、うん、あれ。平和に生きてます最近お二人は。めちゃくちゃ平和。家で一人で倒してますから、もうめちゃくちゃ潔白です。全然平和じゃないですよ。ほら、やっぱ胸張ってくるやついるんすよ、一人。最近ですね。最近っていうか、まぁちょっと時系列はちょっと言えないんですけど、彼女と別れまして。あぁ、彼女いたのすら公表してなかったくせに、急に別れたことだけ公表するんすね。あ、そうですね。あぁ、で？はい。別れた反動で、よし、遊ぼうって、今まで窮屈な生活してたから遊ぼうと思って、今、出会い系アプリ4つぐらいやって、めちゃくちゃ遊んでる。これどこまで乗っかればいいの？だって窮屈じゃなかったやん。カットしねえよ、はい、カットしねえよ、はい、今までお前が散々遊んだ話やったんで、どっからどこまで彼女いた期間なんてなるやん。いや、カットで。カットで。マジのリアクションやん、まあ、マジのリアクション。これ多分、この動画公開された後に、ワンチャン言われますよね。電話かかってきますよね。どっちから？やった女の子から、それとも元カノから？元カノから来るけど。元カノは大丈夫だよ。俺の顔にメンチで許してくれ。俺元カノに飯を奢ったことあるから、許せな。オッケー、オッケー。はい、許された。はい、許された。はい。パワハラあるの？はい、カットで。カットなの？俺のチャンネルじゃカットしないよ。まあ、っていう形ですね。最近は結構いろいろと遊んでます。海くんは遊んでない体にしといた方がいいですか？いや、体とか言わないでよ、そんなに。体の方がいいですか？僕もだから海くんがどこまで公言してる人なのか分かんないから。いや、海くんはね、過去の話は全部赤裸々に言うけど、リアルな話は意外と言わないって感じかな。なるほど。まあね、直近の行いに関しては何も言ってないですけどね。まあ、昔はもう歩く下半身ということで名を馳せてましたか。そうそうそう。ジャンヌ君とワンチャンいい勝負できますよ、海くん。何が？性病で病院に行ったことは何回ありますか？勝負！起きた勝負だ！マジ4回ぐらいかな。あ、負けた！ジャンヌ何回？ジャンヌ何回？これ2回、2回、2回、2回。それだよ、ジャンヌ負けなの？勝ったんじゃないんだ。2回だよ。あ、2回しか、ああ、そういうこと。社会的にはジャンヌが勝ってるけど、ジャンヌの負けっていう判定なのね、うん、それ。うん、全部クラミジだったし。ああ、なるほど。普通普通、平平ボンボン。あ、なるほどね。性病界では雑魚みたいなのがあるのね、クラミジアは。はい。ザコザコ、クラミーはザコっすよ。あ、入門編？そう、入門編。ほっとけば治るしね。ほっとけば治る、はい、あ、これ、ここカットで、ほっといて治らなかったじゃねえかって言われたら困るんで。クラミジアはただの風邪。いや、ちゃんと治してくださいね。基本的に行った方がいい。絶対行った方がいい。行った方がいい。すごいなぁ。そんな生活してるからやっぱそうなるんだろうな。おばさんに言われたくないよね。いや、なったことないから。おばさんほんとないの？いや、ほんとにないから。その人数で？いや、黙らしちゃえ。人数はあなたたちに言われたくないわ。いや、おばさんに負けますよ、僕人数は。なわけあるかい。いや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 、勘弁してくださいよ。なわけあるかい。こればっかりは。なわけあるかい。このところだけ謙虚になられても。やめろやめろ、それ日本人ならとかいうルール付きだろ、どうせなんかしらの。今までに抱いたアジア人の数とかだったら絶対誰も君に勝てないもん。確かに。それはね、マジで YouTuber1 位だと思う。そう、ジャンヌ君はね、日本っていうその島国の1位じゃなくて大陸の1位を目指してるんで。いや、異文化交流が好きなんでね。どうすか、海君結構ベクトル一緒でしょ？いや、ちょっと、親近感。でしょ、あるでしょ、親近感。ありますね。だってお酒も飲むペースもなんか合いそうだったし、ちょっとまた飲みながら
話したいな。いいっすね。いいっすね。まあまあ今はねちょっとコロナがあれですから、また落ち着いてきたらちょっと暴れてくださいよ。俺二人の暴れたトーク聞くの大好きなんですよ。プライベートならいくらでもね話せるんで。そう、でも二人の暴れトークはね結構 LINE 超えてるから動画にできないんだよな。あー確かに僕も動画にできないネタ多分数個くらいありますもんね。うん、マジの動画にできんやつだからな。動画にマスターがこれ言うってことは相当だからね、みんな、うん、相当ですよ。これ完全ピー音で絶対どのチャンネルでも使っちゃダメなんですけど、ジャンヌ君のガチピーのやつとかってあの。これガチカットのやつだ。それは俺ね、立ち入れないわ。LINE の声方が半端ない。あのね、いやマジで、海くん行きたいんだったら連れて行くよ。俺はそれ NG っすね。やめよっか、この話。最近 YouTube 厳しいからさ。海くんの話聞きたいな。なんか最近僕の話ばっかだから、海くんの武勇伝を。武勇伝なんてないっすけどね。でもこの間、俺と海くんで話してた世界で一番ゲスな男あるあるっていう話があって、昔、した女の子から急に連絡が来ると不安になるっていう。え、これは何？本当に今のとこ全部使うの？使います使います。終わってんだこのチャンネル。いやでもジャンル男の気持ちわかるよな。いやーえけどした期間によりますね。3ヶ月前とかだったらヒヤヒヤしますけど。いやいやでもいや1年ぶりでもヒヤヒヤなんか怖いじゃん。1年前なるかな。え怖いっすよね、海くんね。いやまあまあそれだけに関わらずね、もういろいろちょっと関係を持った方から改めて連絡が来るのは何って思いますよね。何用ですか。なんか問題起きてますかってちょっとなんかいろいろ怖いっすよね。勘ぐっちゃう。うん、しかも特になんか具体的な内容じゃなくて、ヤッホー元気とかが一番心臓に悪い。探りであのノックしてくるやつ。触りない感じね。そう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 。え、今までそれでトラブルは起きたことあるんですか、海くんは。トラブル僕はねないですね。久しぶりの連絡から実はさ、てんてんてんのノリ。いや僕ねやることもやるんですけど、しっかりするところをしっかりしてるんで。何をしっかりしてるの、全く伝わらないんだけど。感謝を基本伝えるっていうことと、ゴムとか否認とかではなく感謝ね。いやいやいや、感謝があってからのちゃんと否認もしますよ。あ、やってきて。それは感謝の政権好きすれば、うん、赤ちゃんできない理論の人かと思ってた。それは暴力が過ぎる。しかもね今のねしっかり否認もしますよはね嘘なんよ、どうせ。相手が否認をしてるって言い張ってるから信じるっていう感謝だもんそれ。まあ一応その現地とか証拠も物的法的に有利になるというか、ちゃんとしたのももらいつつね。僕とはちょっとまた違ったベクトルっすよね、やっぱさ。絡んだらだってもう感謝の政権好きしかないからね。お腹にすんの。お腹に感謝する。やべえやつだな、ほんとに。もっと女性に感謝した方がいいよ。マジね、抱いてるとか言わない方がいい。抱かせていただいてるっていう気持ちでいかないと。あ、これはね、わかる。僕も、おぱさんとか海くんに言ってるけど、M なんですよ、基本。だから基本的に感謝ですね。めちゃくちゃリスペクト感謝しながら政権好きしますね。なるほどね。はい。サイコパスすぎんだろ。出会い系で知り合った人とじゃあここ最近で何人ぐらいコラボされたんですか。コラボレーションだったら5人かな。そのここ最近っていうのはどれぐらいのあのレベルですか。2週間とかですか。まあノーコメントで。他おかわりありました。おかわり全然あるよ。むしろなんかそういうつもりで来る人が多いから、普通にそういうやりもくで来る人たちと遊んでるから。あ、ウィン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 な、ウィンウィンな、ね、そうそう、ウィンウィンな感じ。え、今日ね、すごい驚きなのが結構割り勘多いんだよね。割り勘？え、ほんとそういうもんなの出会い系って。え、どういうことホテル代とかご飯代用ってこと。なんか1軒目はこっち出すんだけど2軒目向こう全然出してくれたりだとか。めっちゃいい人じゃん。相手年上選んでるからママ活的なあれじゃなくて。ああ。だってあなた年上好きじゃん。いや、同い年2人、同い年かと思ったら実は年齢差多少してて29歳が1人、あとは年下でしたね。へえ。ちょっと大体女の子の写真全部送ってよ後で。レベル高い子だけでいいっすか。何その微妙に小さいプライド。いや違うんですよ、おばさんに見せるんだったらちょっと。うわジャンヌこんなブス抱いてんの、妥協してなって最低すぎる会話が。海くんは別にね、肌の色が黒ければ何でもいいでしょ。何でも大丈夫ですね。そっち公言してるの、黒ギャルは。黒ギャル好きは公言してる。黒ギャルの何がいいの。やっぱ肌の黒さですかね。あとバイブス。バイブス。バイブス。バイブスの問題。やっぱ僕もジャンヌさんも行かれてるから、やっぱ出会い系で出会うとやっぱ様子見るじゃないですか。最初はまあ当たり障りなく、だんだんちょっと自分出していこうかなみたいな。ある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 。でも黒ギャルの場合は、ウェーイっていう最初から行けるんですよね。なるほどね。何それ超臭さーとかって。手っ取り早く。最初からリミット外れてる感じがいいんだね。そうそうそう。おばさん黒ギャルは抱いたことありますか。いやまあ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 、諸説あり。
ありますね。あ、諸説あるんだ。諸説ありますね。諸説あるんだ。諸説ありますね。なんかどんどん俺普通になっちゃってんすよね、年取るごとに。あ、なんか丸くなるもんなんですかね、性欲に関しては。いやー、そうじゃない。あ、でも、うん、結構俺の中で意外と面白かったのが、音質のいいスピーカーを上にぶら下がってる状態で部屋の爆音で EDM かけながらエッチしてると、クラブでエッチしてるみたいになってテンション上がるよって。あー、言ってましたね。海くんも EDM 流してエッチしてみてください。よくしてますよ。防音なんで僕のマンション。はいはい。なんかディズニーオルゴールとか流しながら一応全然あるけど。なんで？いや、絶対なえそう。うん、なんで？なえるかな？え、なんかあの雰囲気いい感じのロマン。てんてけてんてんてんてけてけてけって言いながらパコパコしてんの？いや違う、オルゴールなんでめっちゃいい感じなんですね。多分これ分かる人いるんじゃないか。別に好きって感じじゃなかったんですけど、その子の性癖というか。はい。ロマンチックが好きだったね、そういう感じはありましたね。ディズニーオルゴールセックスがロマンチックなの？大体何の曲の時に行くんですか？そういうのないかな。タイミング結構体調によりけ。あ、後ろ、こっち後ろだ。え？あの木。いた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 。あ、そんなとこ？けどあと一人なんですよね。あと二人、あと二人、あと二人。別パってこと？別パかもね。あー、ヘッド抜いた、ヘッド抜いた、ヘッド抜いた。あ、違うやつ。255度方向を僕から見てるんですけど、真反対っすね。おばさんから見たら右っすね。で、おばさんがそっち方向を見てたやつ、僕頭抜きました、ヘッド抜きました。あ、いや、まだ復活してる。え、いや、してない。どこにいる？ 255？ そうですね、おばさんが見て今そこ見てる方向に一人と、あと左のところ、最初海くんが発見したってピン立てたところあたり。あ、いたいた、なんか岩の後ろいる。あ、木の後ろか。それおばさんから見て本当に右斜めっすね。真ん前の岩の後ろに一人と、いるっすね。あ、これ動くとバレそう。マジ？あ、ドライバーズハイ来た。え、マジ？後ろ！あ、回ってきたんか。え、どうやって蘇生したの？わかんない、ずっと後ろいたんかな。え、だってジャンヌ君ダウンさせてたよね。うん、そういうこと。ジジジジジジ、え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない。決勝食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いける。いける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。